まずご年齢からお伺いしていく。今年の12月で76になります。年金の方は受給されてますか？はい、いただいてます。何歳から受給？60からいただきました。じゃあ15年程度、はい、はい、受け取られている、はい、ということですね。60歳というと、今65歳から受け取りだと思うんですけど、早期受け取りになるんですか？僕の時はね、60から行けたんです。定年は60だったんで、会社は65まで行ったんかな。その給料下がるから、その分だけ年金先もらったっていうこと。年金の受給額自体は下がってないってことですか？そうですね、65だちょっとだけ上がったみたいな。僕らの時は60からなんかもらえたらしいんです。50中から60からもらえたのかな。昭和23年までだから、その分からもらえたみたいですね。今その年金もらわれて受給額ってざっくりでいいんですけど、だいたい引かれて15万ぐらいですね。いろいろ介護保険とか引かれてるんですかね。15万円っていう金額は足りますか？足らんと思います。僕一人なんやけど、足らんと思いますよ。絶対吐き出してると思いますわ、貯金から。あ、そういうことですね。まあ電気代とガス代が自動的に落ちてるから、そこまで詳しい計算はしてないけど、食べ物やったらそんな15万もいらないと思いますけど、まあ15万では多分足出てると思いますよ。なるほど。だいたいじゃあ月々にこれくらいあるといいなとか。そうですね、やっぱり18万ぐらいあったらいけるかなと思うんやけどね。贅沢はしなくても、まあ食費とか、まあ最低限遂行率とか、あってもやっぱ18は必要かな、欲しいなと思いますね。家賃っていうか。家賃はないです。じゃあ持ち家ですね。持ち家で、はい、はい。でも直したりしなあかんから、いっぺんにお金がバサッといったりしますもんね。マンションですか？いやいや、普通の一軒家ですよ。戸建てですか？いつ頃ご購入されたんですか？もうだいぶ早い。40年ぐらい経つんじゃが、経つと思います。ちょっとはっきり覚えてますけど、まあそのぐらい経つと思います。それは住宅ローンで。住宅ローン。30年前というと、今よりは価格は下がる。どうなんかな。まあもう、ね、家の価値はないでしょ、土地だけですもんね、価値はね。いえいえ、お仕事についてお伺いするんですが、はい、今はお仕事はされる？もうないました。昔どういうお仕事をしてた？電気関係のサービスやってました。サービス？営業とか？営業じゃなくて、修理の方ですね、メンテナンスの方です。なるほど、なるほど。まあ、会社2つ変わってるんで、家電、電気音響メーカーさんに行ってて、それを辞めてから、東京みたいにこっちに帰ってきて、自動車のナビとかステレオとか穴ついてますよね、ええ、その修理してました。定年までその修理してました。それが最後までいった仕事です。あ、なるほど。私自身大阪と東京どっちにも住んだことがあるんですけど、はい、どちらの方が良かったんですか？まあ、東京の時は、まあ、まだ若かったし気楽やったしそんなに こっちがいいとか悪いとか思いませんでしたね。例えば東京の人はちょっと冷たいな。あ、そう、もう東京でも田舎の方、多摩の方やったから、東京でも田舎の方やったから、東京でもこんなとこあるんかなと思ってましたもん、行った時。結構東京でもなんかこう見晴らしのいいというか、あの多摩地方の方は割とのどかな感じです。そうです、あっちの方です。お客さんの家一軒ずつ回って出張サービスしてました。それで修理に回ったりとかされてた、はい。仕事されてて大変だったこととか。別に。あ、そうですか。まあ、時間が不規則だったぐらいかな、そんなもそう若かったから別に何とも思いませんでしたけど、サービス業ってこんなもんやろうと思ってましたから。残業とかは特段そんなに。ああ、やっぱもちろんもう自動的に残業だって言いますね。お客さんに夕方来てくれたら夕方行かなきゃならないから、出張サービスの場合はね。まあ、こっち2番目の会社はやっぱり残業してました。ああ、そうですか、まあ、好きな仕事だったら別に何とも思ってない。もともと機械をこう、まあ、そうですね、好きだったんです、ああ、なるほど。今までで一番楽しかったなって思うことって別にこれってないお仕事が楽しかった。こういう仕事は楽しかったですよ。あ、それすごく、いいですね、やっぱ仕事は楽しくやらなあかんと僕は思ってたから。羨ましいです、まあ、嫌な時もありますけどね。まあまあ性格もあったんかもわかんないけど。わからないですけど、すごい会社の方に愛される方やったから。いや、そんなことないですよ。すごい朗らかな方。そんなことないですよ。僕らのまあ、
時代は先輩方が飲みに連れて行ったり、連れて行ってくれたり、お客さんが来たら飲みに行ったり、そういう時代でしたからね。まあ今の時代ちょっとまたちょっと違うんでしょうね。私自身すごく飲むの好きなんですけど、うん、後輩を誘えたことがなくて、やっぱりその嫌がられるんじゃないかとか、うん、ちょっと考えてしまって、うん、会社の体質もやるんかもわからないけど、まあそうです ね、まあ飲み会でみんな結構仲良くなるのが普通やと思うんやけど、若い子は違うかもわからないですね。そうですね、うん、今の20歳とかの本当に飲み会とか、うん、タバコのコミュニケーションとかそういうのをすごく苦手にしてる人が多いの で、ね、ちょっとこっちもなんか怒られるんちゃうかと思って声かけれないっていうのがあるんですけど、うん、それはあれかも、まあどっちがいいか悪いか分からへんけど、まあ、そうですね僕らの時のがやっぱりいいんとちゃうかなと今だったら思いますけどね、飲みケーションでそうですね、うん、その方がいいと思うんやけど、まあね、みんな時代の流れが変わってきたらそんな人ばっかりじゃないと思うけどねあ、もちろんもちろんそうです ね、うん、ちなみにその時のコツとかってありますか？別にまあみんな飲むのも好きやったし、うちの会社の社長も好きやったから、うん、社長から飲み、僕らが飲みに行こうと結構喜んでくれてましたから、なかなか社が誘ってくれないって言ってましたから、まあそうですよ ね、だからやっぱり嬉しかったんでちゃうかなと僕は思ってますけど、いいようにいえいえいえ、結構会社の人数としては、いやそんなにも小さい会社でしたよ。あ、そうだった、40人ぐらい、45人ぐらいだったかな。ああ、うん、だからこそなんかこうアットホームな雰囲気とかもあったのかもしれない。それはあると思いますね。あ、うん、まあ、時代もそういう時代だったんだし。ああ、わかりました。お客さんが来たらまた連れて行く、僕らが行ったら連れて行ってくれる、そんな時代でしたね。もう暗黙の業界でそういう風になってたみたいな感じもしますけど、ね、あ、まあまあ、それが嫌な人もいればすごく楽しい人もいてっていうところですよね。ありがとうございます。じゃあ最後に1点だけ、はい、今までの人生を踏まえまして、うん、大体100点満点で何点ぐらいかなっていうのがありますかね。70点いけばいいかなと思います。今のところまあ元気で一人で暮らしてますけど、まあね、なんとか友達も話し合いもいてるから、まあ60点か、軽く見たら60点ぐらいかなそんなもんでいいですわありがとうございます。すいません、まあ、どうもありがとうございました、はい、本日終了となります、はい、で、すいません、ちょっとお暑いと思うので、あ、いいです、いいです、僕です よろしいですか。あ、いいです、いいです、塩分タブレットなんですよ。いいです、いいです、よろしいですか。すいません、はい、インタビュー受けていただいたのに、はい、ありがとうございます。あなたの家には紙の写真が何枚ありますか？写真は整理が大変だし、アルバムはスペースを取りますよね。そんな不便さから解放される方法が一つだけあります。それが紙写真のデータ化です。写真をデータ化すればスマートフォンやパソコンからいつでも見返すことができますし、写真を処分することなく就活断捨離を進めることができます。写真のデータ化は1枚たったの808円です。紙の写真をデータ化してシンプルでミニマルな生活を楽しんでくださいね。詳細は概要欄をチェック。忙しいところありがとうございます、うん、よろしくお願いいたします。少々お伺いしてよろしいでしょうか？80歳、うん、ありがとうございます。年金は受給されていますか？そうそう、ありがとうございます、うん、何歳から受給されていますか？60過ぎかな、もうちょっとあれ65ぐらいかな、うん、その辺や。ありがとうございます、うん、今は年金でじゃあ生活をされているということです、うん、ありがとうございます、うん、ちなみに大体でいいんですけれども、うん、年金は2ヶ月に1回いただくと思うんですけど、おいくらぐらいいただいていますか？おいくらぐらいいただいております何本もあるのかな、俺受け取りに行ったことないから、うん、女房がいきよりやったかようわからんけど、奥さんと2人でお住まいなんです、ね、そうそうそう、年金の金額でお二人ともやりくりされてる。そうやな。年金の額は満足されていますか？満足、まあ、あんなもんちゃうか、しゃないやろな、うん、いう話やな、うん、言うたってしゃないやろ、うん、上がるわけじゃあるまいし、うん、まあしかし統計と取んのやったら、まあどっちとも言えんな、俺の場合はやで、うん、保険が2割増しになっとるからな、1割通常は1割やったんやな。で年金の額が多い人は2割になっとるから倍になってるわな、あの医療費が、うん、そやからまあ普通よりはちょっとぐらい多いか、そんなとこちゃうか、何本も変わらへんで、あのちょっと出とるだけや、
うん、ありがとうございます。だからまあそこそこやな、生活できることないで満足とは言えんけど年金について点数、うん、自分で何点ぐらいかなっていうのが、あ、金額で、金額で100点満点中、あ、まあ80ぐらいちゃうか、80点、うん、そんなもんやろ、うん、結構じゃあ満足度は高い、そうやな、生きとるからな、まだ、うん、ほんで、あの、どうしても、 もう困って困ってっていうか、そういうところもないし、テレビの電気代もあるとるし、うん、新聞も取っとるぐらいからな、困って困って知らないことはまずないわ、今のまま行けやで。ありがとう、すいません、あのお時間お忙しいと思います、うんうん、最後に一つだけ、うんうん、人生の中で、うん、これまでの点数をつけるとしたら、うん、まあ、100点の部分もあるし、うん、20点の部分もあると思うんですけど、うんうん、総合的に見て何点でしたか。そうやな、案外、まあ、会社もそこそこのとこやし、85点ぐらいちゃうか、うん、まあ、ほとんど満足してる、ドラマからもならないことはまずないわ、うん、100点だったエピソードとかありますか、うん、まあ、ここは100点だったなみたいなエピソードございますか。エピソード言うたら、まあ、ある大会でオリンピックみたいな大会で優勝したぐらいかな、これがまあ一番の、まあ、誇りかな、うん、ちょっとだけお伺いしてもよろしいですか、うん、その話、うん、大丈夫ですか。何の大会ですか。技能オリンピック、技能オリンピックで、うん、あの通常はオリンピックだら、あの飛んだら跳ねたりするやんか、会社に勤めとったらある仕事のあの人がみんな選抜されて、で全国で寄り抜かれた人間が各大会であの勝ち抜いてきて、それで全国大会ってやつあるわけ。だから仕事の一環、例えば溶接って知ってる、溶接が一番分かりやすいから俺溶接ちゃうで、そういう大会が、1年に1回ずつあったんやけど、それがたまたま俺が30代かな、30後半か、その時に会社の工場の中で一番になって、全国の会社がまああちゃこちゃになるから、その中でも一番になって、ほんで近畿大会いうやつがあって、それで優勝して、で全国大会行って一番になったやつ、それが一番やな、誇りになるというか、まあ自慢やな。お忙しいところありがとうございました。もし俺頑張って、ありがとう。もしお邪魔じゃなければ、うん、あのちょっとしたお礼用意してるんですけど。あ、なんかええの送られるんかいな。あ、ごめんなさい、お茶とかなんですけど。ほんなんか。今回インタビューをお受けいただいた男性は80歳ということでしたが、インタビューが終わった後も笑顔で気さくに話しかけていただき、暑いのに頑張ってるねと励ましの言葉もいただきました。改めてお忙しいところ、インタビューを受けいただき本当にありがとうございました。男性がおっしゃるように、2022年10月から75歳以上の後期高齢者の医療費自己負担割合が変更されております。所得と年収によって自己負担割合が異なります。例えば世帯内に後期高齢者が1人の場合、年金収入その他の合計所得金額が200万円未満、世帯内に後期高齢者が2人以上の場、年金収入その他の合計所得金額が320万円未満、このような方々は医療費が1割負担となります。また世帯内に後期高齢者が1人の場、年金収入その他の合計所得金額が200万円以上383万円未満、世帯内に後期高齢者が2人以上の場、年金収入その他の合計所得金額は320万円以上520万円未満、このような方々は医療費は2割負担となります。なお2025年9月末まで2割負担となる方々については、1ヶ月の自己負担増加額が最大3000円に抑えられる措置が取られています。このように所得や年収に応じて負担割合が変わるため、具体的な状況に応じて確認することが重要ですね。何か他に知りたいことがあればコメント欄で教えてくださいね。